日本代表3人対小学生100人の対決が始まりました。おっと一気に赤いユニフォームが群がっていく。清武がサイドを駆け上がる。一気にドリブルに行きました。清武からさあ出口少し近いところに溜めてくる。うわうわマジでこんな簡単にいけるの。一気にサイドを左サイド、寄せて山口、逆サイド、気を取り合い、イライザ、さあ1球、サイドの勝負戦取れません。伊予武、さらに山口、ここは苦しんでいる。日本代表、チャンスだ。さあ、チャンスを取る。気を取り、気を取りから、井出口、どうした。どうした、お見合いをしている。打てない、蹴り出さないと、ゲームは終わらない。無理やっちゃった、誰が取っていいか分かんない。ある程度引きつけて、それでスペースができたところ、はい、選手、内側選手を使うっていうのは大丈夫かな。山口、前に行った。あー、キックパス、キックパス、クリアできるか、クリアできるか、クリアしたー。そう、出ない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 、クリアが小さい、クリアが小さい、まだついている。山口が逆サイドに送っているが、これも小さい、クリアできるか、クリアできない、まだ小学生クリアできません。上でしょ、ヘディング上、上じゃない。いやー、勝ったのは日本代表、100人抜き成功。ちょっと待って、小学生100人スタートしていきました。まずはフォワードゾーンの30人です。ああ今度は一気に囲んでいく、一気に囲んでいく。入り口がフォワードゾーンを突破してきました。まずはフォワードゾーンを松木さん突破してきました。そうですね、やっぱりね、相手を引きつけて逆サイドをうまく使う。これ2人が近くて1人は遠めっていうのがね、これ基本になってきましたね。はい、ただ小学生たちも今度は、そして今度はこれ近くでね、ミスが出ない、ね、パスだとね、どうしてもミスがつきもんですからね、さあ今度はディフェンス30人、清武ドリブル、清武ドリブル。あでも子供たちのね、うまくパワーですね。ゾロゾロと山口を取る。いけませんからね。さあここはドリブル、速いドリブルで、さあ抜いていく、抜いていく、逆サイド、逆サイド、高いクロスを上げてきた。クリア、クリア、小さい。やっぱりクリアができないね。さあ1分40秒経過、選手の息が上がってきた。いやこれ体力との勝負ですね。そうですね、日本代表3人も体力がなくなってくる。そんな中、清武から井出口、あちょっと中央の山口のところマークついてますね。もうちゃんと覚えたよ、マークを。本当だ。山口、あ囲んでる、囲んでる、味方同士、ラグビーみたいな、ラグビー大ピッチ、取り返せるか、洞窟みたいな。さあこれが最終決戦、日本代表3人対小学生100人。さあ一気にプレッシャーをかけていく。しかし清武、大野の30人もドリブルで一気にプレー、取られるから中と入れる、そこはもう集中して、あーこれ
そこしかないもんね。マジで終わった。怖いなぁ。終わりましたもん、マジで。よかった、危ない。